マスターコルドバと時間を過ごした感想は？思いがけない幸運ね。競争相手はいるけど。ということは？忍者たちは彼の後をついて歩いて溺愛して敬意の証を渡したりしてる。すごいな。俺も話を聞いてみよう。ぜひそうして。彼から学ぶことは多いはずよ。まだやることは多いわ。それで、あのことだが。帝国軍はこの星の古代テンプルを破壊するためにまたトライデントを送るのをためらうでしょう。いや、その話したいことは分かってるわ、カル。魔法について話すと効果が解けるとシスターに教わったわ。だから今は話さないで。そうか。また後で話しましょう。いつもは振り切れるが、コルサンタのことが頭から離れないんだ。俺は考えないようにしてる。わかるよ。だからギャブスのことが頭に浮かぶ。あまり知らないくせに悩ませてくれる。また会いたいな。まあなんだ。また暗くなっちまった。すまん。気をつけろよ。ダガンゲラの歴史についてどう思うのかな。ダガンは仕事が脅かされたと感じました。その脅迫観念が彼を迷わせた。よくある話だな。どういう意味です？私がジェダイオーダーの凋落を予見したことは覚えているな。だが評議会は、まあ警告は聞き届けられなかったと言っておこう。傲慢な私は裏切られたと感じた。でも正しかった。それは問題ではない。傷ついたプライドが判断を鈍らせたのだ。粛清が始まった時、私は予知が本物である証拠を探していた。シアやそのパラワンを守るべき時に。ああカル、話したいことがあったんだ。北の砂漠にかなり古い遺跡がある。ジェダに来たばかりの頃、帝国の台頭前に訪れた。どんな遺跡です？フォース使い信奉者が作ったものだ。彼らのことはほとんど知らないが、その体験はとても魅力的だった。君もそうかもな。調べてみます。いけるか、ビディ。
先導して。ここに来たことあるのか？ええ、そう遠くない場所で巡礼者をトルーパーから助けたの。足元に注意しろ。すぐジェダから出て行きなさい。幽霊だ、逃げろ。また危険な釣りに来ちまったかな。野生のスネークフィッシュはカニを好むが、お前の足だって喜んで食べる。そこまで頑張る意味は？危険の中にも美しさがある。そしてこの高貴な獣は尊敬すべきだろ。見ての通りだ。あの忌々しい魚野郎め、ヒレを食いちぎられるとこだった。呪われた臨終め、わしが相手だ。錆びたラダーで内臓を抜いてやる。高貴な野獣には敬意を払うんじゃ。そうだよし、そうだ。お前の相手は後だ。このままわしの不幸な話を続けるか。Huh?
敵が近いわ。敵が近いわ。よし、うまくいったみたいだ。
くいったみたいだ。うまくいったみたいだ。うまくいったみたいだ。前に敵がいる。背中は任せて。